スーワッセアは、アメリカ合衆国モンタナ州カーボン群南部に位置する、後期ジュラキのモリソン層から発見された、リクラエオサウルス科に属する流脚科目の恐竜の属。活石は1999年から2000年にかけての一連の発掘調査で収集され、J.D. ハリスとピーター・ドットソンが2004年に記載した。頭骨ネイティブアメリカンの族の先祖代々の土地で発見されたため、 俗名の語源は彼らの言語の用語、スーワッサに由来し、春に聞こえた最初の雷の意味を持つ。雷を表すスーと古代のを表すワッサは、流客した名、時折適用されるあだ名である雷流を反映している。種商名は、化石を収集した探検家の亡くなった出資者を称えたものである。第1系椎から第4系椎、スーワッセアは、 ディクラエオサウルス科であり、全長14から15メートルと推定され、頭骨及びディプロドクス科とディクラエオサウルス科に共通する体軸骨格により特徴を付けられる。ただし、後の分類群に割り当てるには原始的である。全頭骨が融合していない点でディクラエオサウルス科と異なり、大根刀口周りの骨の配置でディプロドクス科と異なるが、骨格の共通点は、 ディクラエオサウルスカよりもディプロドクスカとの間に多い。ハラキサイ論文では、ディプロドクスカとディクラエオサウルスカに見られる、原始的及び派生的な特徴が寄せ集まっていたため、スーアッセアは、フラジェリコテータインサーティセダスとして位置づけられていた。後の系統解析によりスーアッセアはディプロドクスカ、アパトサウルスアカに分類されたが、さらなる研究で、来た。 アメリカに生息した唯一のディクラエオサウルス科であることが判明した。下のクラドグラムはチョップラの2015年の研究に基づきスーワッシアのディクラエオサウルス科における位置を示す。以下のクラドグラムはゲイイナラの2019年の論文に基づきディクラエオサウルス科の属の関係性を示す。ありがとうございます。